近藤東近藤東は日本の詩人。1904年東京京橋に生まれる。岐阜中学時代より短歌を作り始め、15歳で久保田うつぼに年少の才能を賞賛される早熟ぶりを示した。明治大学在学中に社肉祭を創刊。明大卒業後、鉄道省に入り、その一方で試作をし、春山幸男、竹内隆二、田中割手、 佐藤一英などと交友を持った。北原白州に認められ、首都、音楽、近代風景などで、新進詩人として出発。27年上海外遊。28年雑誌、首都、主論総監に編集同人として、参加、以後、マダム・ブランシェ、文学、司法、新領土と戦前戦中のモダニズム主運動の中心で活動した。年には、雑誌、 改造1 0記念の検証に、レーニンの月夜で一等入選している。上海あるいは仮想の都市を舞台とし、近代市民のシニカルな視点をカタカナ書きや、シナリオ形式といった意象的都会性で表現し、典型的なモダニズム詩人と評価される。また、首都、シロン語の、司法、診療度では、編集者として、戦後の荒れ地の詩人たちをはじめとする。 若手詩人のスカウトにも力を入れた。戦後は、戦前の意象的な表現からやや離れ、姿勢の生活の実態をより直接に表現するようになったが、一貫して、いかなるイデオロギーからも離れた市民の冷静と皮肉を視点とした。職場を土台にした、勤労主運動のオーガナイザー、動画作家、話の泉ライター、朝日グラフのコラムニストなどとしても活動。 モダニズム関連を中心とする蔵書は、神奈川近代文学館に近藤東文庫として一括管理されている。1960年から日本詩人会理事長、会長を務めたほか、国鉄詩人連盟会長、横浜詩人会会長、神奈川近代文学館評議委員などを歴任。1981年神奈川文化賞受賞。ありがとうございます。